こんにちは、ルイです。ママのお誕生日旅行で滋賀県に遊びに来ました。本日のお宿、ここに待ってて。マシア、ママ持ってください。どうぞ。ラガをピンピンします。お誕生日会ですか。はい、どうぞ。パパはスパ満喫中。交代で入るよ。ここどこだ。ん？ここホテル。滋賀県に来てるよ。滋賀県。うん、初めてでしょ。楽しみ。じゃあハッピーハッピー歌います。ハッピーハッピーバスで、うん、ウキウキバスで、うん。ママは4歳になりました。よし。どうやって歌う？急に緊張してます。ママバスでうーの歌知らんもん。それだ、合ってると思う。ちょっと、ハッピーハッピーバスでうーウキウキバスでうー、ママ4歳になっておめでとう。ありがとう。やった。るいちゃんはもうすぐ3歳。楽しみ。ハッピーハッピーバスでうーキ。うん、あれ3歳になったらルイちゃん何するの？どこ行こう？3歳になったら目に回し食べます。そうだね、ルイちゃんの誕生日は目に回したね。目に回し切ったね。頑張るぞ。下だよ。下押して。下押して。あ、届けなかったわ。みんなできない。ここで焼いてくれるんだって、るいちゃん。鉄板から離れているので、ね、ちびっこも安心です。アワビさん、動いてます。え、すぐ手がか。あ、そうそう。目の前で焼き上げてもらいます。すごい。でも大事にしてもらってなかったら覚えてます。贅沢。じっとできないちびっこは中庭をお散歩。天気が悪かったけど十分綺麗。パパと交代でお散歩行きました。何？白。白だね。青。いっぱいあるね。それオレンジ。
紫じゃない？紫、うん、プール入ったらダメよ、りーちゃん。プール入ったらダメよ。ウミウシ、味も見た目も大満足。ごちそうさまでした。滋賀県の旅パート一おしまい。後編もお楽しみに。